サイラス・トーマスは、アメリカ合衆国の昆虫学者、考古学者、アメリカ西部の昆虫を研究した。また、アメリカの遺跡をインディアンの祖先が作ったことを主張し、マヤ文字写本を研究した。トーマスは、テネシー州、キングズポートに生まれた。はじめ法学を学び、1851年から、イリノイ州マーフィーズボロで、弁護士として働いた。 1864年から1869年までは、福音ルター派協会の牧師を務めた。弁護士時代から昆虫学を独学し、1857年に、イリノイ州立博物学会の設立を訴えた。翌年、イリノイ州市販大学内に、博物学会が設立され、トーマスは初代のキュレーターに就任した。1859年から昆虫学に関する、 論文を発表し始めた。1869年から1873年まで、順州の地質、地理調査のための昆虫学者、植物学者に任命された。1874年から1876年まで、新設の南入りの石藩学校で自然科学を教えた。1875年に、入りのイ州の昆虫学者に任命された。 1877年に成立した米国昆虫学委員会の委員でもあった。1882年からはアメリカ民族学局で働いた。1910年にワシントン DC で没した。トーマスはゲティスバーグカレッジの名誉法学博士の学理を送られた。トーマスはアメリカ西部を探検して昆虫を研究した。また、 昆虫の異常発生による害を緩和する方法を考案した。トーマスははじめ、バッタ科を研究して1873年にモノグラフを出版した。その後アブラムシカに研究の中心を移した。トーマスはアメリカに見られるマウンドを研究した。代表的な著書に北米考古学研究道論がある。当時支配的だった。 マウンドを作った民族の滅亡後に、インディアンがやってきた誘説を、トーマスはいちいち批判し、インディアンの祖先がマウンドを作ったと主張した。1882年に、マヤの絵文書であるトロアの写本の研究を発表し、マヤ文字の解読に努めた。トーマスはこの写本に見える正月の祭りについて、初めて論じた。ディエゴ・デランダのアルファベットと同じ文字が、 トロアの写本に見えることを指摘し、また、マヤ文字が横に2文字ずつ読んでいくことを明らかにした。トーマスは、マヤ文字の主要部分は、表音文字であると考えたが、この説は、ドイツのエドアルト・ゼーラーによる批判の対象になり、1903年の論文では、表音説を取り下げた。ありがとうございます。